エアカナダ621便墜落事故は1970年7月5日にトロントピアソン国際空港で発生した航空事故のことである事故を起こしたエアカナダ621便は DC-8 から63で運航されておりモントリオール発トロント経由ロサンゼルス行きであった事故によって飛行機の乗客100人と乗員9名が死亡した 機長と副操縦士はこれまでも何度か一緒に飛行したことがあり、いつグラウンドスポイラーレバーをアームド状態にセットするかについてずっと意見を交わしていた。双方ともエアカナダの社内規定である最終着陸体制の初期では誤操作の可能性があるので行うべきでないことでは意見の一致を見た。機長は着陸滑走状態になってからアームドに セットするのとスポイラー展開操作は間を置かずに一緒に行うのが良いと主張した。副操縦士は滑走道端を過ぎたらアームドにセットすることを主張した。それまでの結論として、この先、機長が操縦操作を行う際には、副操縦士はスポイラーを機長の主張に従い地上滑走時にアームド展開を行う。また、副操縦士が操縦の際には機長は 副装重視に従い滑走道端を過ぎたら、アームドにセットし、地上滑走時に展開する、ということで、両者は合意していた。事故後回収された残骸の一部しかしこの日に限り、機長が操縦していたが、よかろう、フレアの時に、アームドにしよう、君の主張通りに、論争に疲れたよ、と言った。これは、着陸滑走中にスポイラーを、アームド、 展開するのを好む機調の通常の操作とは異なるものであった。地上高度60フィートの時に機調はフレアに備え、水力を絞り始め、副操縦士に対して OK と声をかけた。これにこうして、副操縦士は直ちにスポイラーレバー操作を行ったが、この際アームの位置にセットするだけでなく、そのまま展開させてしまった。このスポイラー展開により、 効果率が急に増加したので、機長は操縦桿を引くと同時に4機すべてのエンジンを最大出力とした。しかし、機種は上がったが、効果は止まらず第4エンジンが滑走路に触れ、パイロンと共に主翼から脱落した。状況を悟った副操縦士は、機長に謝罪し始めた。当該機は、なんとか、再上昇を始め、着陸また行に成功したかと思われた。しかし、 外れた第4エンジンは主翼の仮面の一部を剥ぎ取ったため燃料漏れを起こして折りそれに引火した。副操縦士は同じ滑走路への二度目の着陸を要求したが時期のエンジン破片のために滑走路が閉鎖されたため別の滑走路へ誘導された。最初の脱落から2分半後右翼の第4エンジンが取り付けられていた部分付近で爆発が起こり部品類が散乱した。その六秒後 第3エンジンのあたりでも爆発が起き、パイロンともども外れ、火の玉になって地上に落下した。第2の爆発からさらに6.5秒後、第3の爆発が起こって、右翼のほとんどを失った。当該機は、およそ220ノットの高速で、左翼を髪型に向け機種下げの姿勢で地面に激突し、登場していた100名の乗客と9名の乗員全員が死亡した。カナダ事故調査委員会は、 その公式報告書において DC-8 には飛行中にスポイラーが展開しないよう設計変更や改修が必要であり既存機体に関してはせめてレバーに誤操作防止用のゲート機構を設ける等の改修を行うべきであるとの勧告を行った。しかし当該機種製造メーカーであるダグラス社の貴族国であるアメリカ合衆国の連邦航空局の対応は 根本的な回収を求めることなく、注意書きを記した警告カードの設置と、フライトマニュアルの訂正を内容とする対空性、改善通知の発行にとどまった。しかし、1972年に、モスクワで、日本航空シェルメイチエボ墜落事故が発生した。この事故は、同じ DC-8 が、同じスポイラーの操縦ミスによって起こった事故であった。そのため、この時にようやく、 スポイラーが飛行中に展開しないように回収された。ありがとうございます。